皆さん、こんにちは。ジェイソン、ついに、追加された記念ということで、ヒレオとジェイソンの3本勝負、っていうのをね、やっていきたいと思います。まあ、これミニゲームをね、3個用意するんですけども、そのミニゲームで勝った回数が多い方が勝ち。なので、先に2本先取したら勝ちかな。ヒレオ VS ジェイソンの3本対決、1本目ですね。1本目は、カーボン早振り対決で戦ってもらいたいと思います。僕が合図をしたら、相手を倒してください。先に倒した方が勝ちです。それでは行きますよ。位置について。よーい。ドン。綺麗だ。綺麗だった。綺麗かった。なんかでも動いて一回空振ったよな。二人とも一回空振ったよな。なんだこれは。はい、第2回戦目、2本目なんですけど、ガチ矛先割り対決というのをやっていきたいと思います。で、これはですね、目の前にある矛を相手より先に割って、相手を倒した方が勝ちです。今回審判のイカちゃんがいるんですけど、イカちゃんがピョンってジャンプしたら、スタートです。さあ、始まりました。ナイス、ナイス審判、イカちゃんナイス審判です。さあ、これ先にね、カーモンローラで割った方が勝ちなんですけど、おっと、ジェイソンがすごいリードしている。ジェイソンが頑張ってリードしている。ちょっと大きいのはジェイソンか。おっと、すごい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 、割れる割れる。あ、でもインクがなくなっちゃう、インクがなくなっちゃうんですよ。そうなんですよ。さあ、インクがなくなって回復してる隙にね、今、ヒレオがちょっと攻撃してましたね。やばい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 。青がすごい、ジェイソンがすごい、ジェイソンがすごい頑張っております。さあ、ヒレオも休憩しながら頑張ってる。あ、ジェイソンがちょっとリードしてるな。しかもヒレオインクない、やばい、ヒレオがやばい。あ、インクなくなった、ジェイソンインクなくなった。いや、でもジェイソンいい感じにちょこちょこ攻めてますね。さあ、ちょっとヒレオが焦ってるぞ。ヒレオ焦ってる、ヒレオが焦ってる、ヒレオ焦ってる。あー、ジェイソンの勝ち。これで1勝1敗だ。あれ、審判、審判も死んじゃったかも。審判も、審判もいなくなっちゃった今。はい、3本目なんですけど、今回ですね、塗りポイントが多い方が勝ち。今1勝1敗で、最後塗りポイントが多い方が勝ちです。よーい、スタート。さあ、始まりました。これはですね、相手チームの方がですね、アシスタントで、今回ジェイソンチームとヒレオチーム、アシスタントで入ってくれてるので、もうこの時点で、俺はどっちが今勝ってるのかもうわかりません。最後の結果を見るまでわかんないんですけど、さあ、アシスタントも今回重要かもしれない。この、塗り対決。さあ、ジェイソンちょこちょこ休みながらインクをしっかり回復してやってる間、ヒレオはあれですね、ちょこちょこ溜まったら溜まったら撃つ、溜まったら撃つみたいな、ちょこちょこ戦法。さあ、どっちが勝つのか。残り10、9、8、7、どっちだどっちだ、どっちが多い。最後のラストスパートだぞ。頑張れ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 。はい、決まりました。さあ、結果、あと結果だね。さあ、結果なんですけど、ジェイソンが547、ヒレオが401、ジェイソンの勝ち。結果発表です。今回、勝利したのは、2勝したジェイソンです。おめでとうございます、ジェイソン。